こんにちは、Jさん。こっちかな。サラリーマン YouTuber、Jさん、こんにちは。まあ、先月はね、お見事な利益ぶりでございました。まあ、利益を取るにはね、まあ、一時期我慢をしなければならない時もありますけども、まあ、けどね、私が思うのは、どのルートを歩んでいるかによって、もうほとんどが決まってくるってことなんですよ。例えばね、私はね、ちょうど10年前はね、まだ麻雀店のオーナーだったんですよ。で、麻雀店をやっていて金持ちにはなれないというふうに私はね、当時も思ってましたし、今もその思いを強くしてるんですよ。麻雀店のオーナーでは金持ちになれない。もちろん一部の人、ごく一部の人は金持ちになってるかもしれませんけども、その代わり従業員からの強烈な搾取、ブラック労働、違法、こういったものに、まあ、裏打ちされてるんではないかなっていうふうに、業界をね、グリグリっと見てきた私からは思えるわけなんですけども、ただね、その麻雀店のオーナーというルートを外れて、今度は今ね、YouTuber としてのルートを私は歩いてるわけなんですよ。そうなると、どういうふうな現実があるかというと、自由な時間と、ある程度の自由な経済的な、そういった蓄えですよね。こういったものを得ることができました。麻雀店では、60代になっても70代になっても、決してこうはなってなかったと思います。そればかりか、借金がどんどん膨らんでいくばっかりで、それに比例してですね、自分の自由な時間をどんどん削られていって、ヘトヘトになってね、それから仕事ってものと収入源ってものに大いな疑問を持たなくてはならなかった時かなと思います。まあ、ひどい話だったなと思いますよね。で、今の私はインターネットを中心に活動してますけども、その YouTuber というものがね、多分私の今の活動の中央にあると思うんですよ。で、麻雀店と YouTuber、どっちを取るかといったら私は間違いなく YouTuber だと思うんですよ。もちろん麻雀店が流行りだった時期、昭和20年代30年代だったら麻雀店のオーナーっていうのはね、左内輪だったかもしれませんけども、もう今そういう時代ではないですからね。麻雀店をやるにしても YouTube の組み合わせっていうのは必須だと思いますし、ただ YouTube をやるには麻雀店は組み合わせなくても全然大丈夫ってことになりますんでね、皮肉な二項対立かなと思いますね。さあ、それでですね、選ぶルートを変えればそこに落ちている知恵とか人っていうのは変わるわけですよ。知恵とか人っていうのはいわゆる情報ですよね。で、どんな情報がその道の上にあるかによってお金と時間がどのように自由になるか決まってくると思います。おそらくですけども、 J さんがですね、サラリーマンとしてのルートを歩んでいく上に、多分暗号通貨リップル、こういったものは存在しなかったと思うんですよ。でもインターネットの世界、情報の世界を覗いてみると、誰か暗号通貨を買ってるやつがいるみたいだぞと、何エーダのステーキングってのがあるらしいぞっていう情報が入ってるわけですよ。これは会社にいくら出社しても上司の方や先輩の方が教えてくれる可能性は非常に低いと思います。しかもそこにある程度の現金を投じる方はもっともっと少ないと思うんですよ。じゃあその現実の中だけで生きていってれば、多分ね、仮想通貨の投資家っていう風な動きっていうのは J さんに芽生えなかったんではないかなと思います。これが非常に大きいんですよ。違うルートを歩き始めるってことですよね。で、ゆくゆくはこの道が私の歩くべき道だと思ったら、そこにやっぱ全力投球していった方がいいと思いますけども、やっぱりね、最初にサラリーマンをやってしまうといきなりグッとね、変換することはなかなか難しいっていうのは私もよくわかります。まあ、皮肉なことになんですけども、会社が倒産したりリストラされて失業したりっていう人の方が動きが早かったりするんですよね。でもやっぱり今の職場っていうのはある程度確保した方がいいと思いますんで、極端なことはね、なかなか言えませんので、ね、今の形でまずはインターネット副業で目標となる金額のどのぐらいまでいけるかってことをね、目指していってはいいんじゃないかなと思います。例えばこの1年で500万の目標が例えば350万で終わったとしたら、達成率は 70% なんですよ。じゃあ 70% の達成率で独立してやっていけるかなっていうふうに判断した時に、それなりの下地があってそこにトライするのはそんなに無謀ではないと思いますけども、ただ1年間通じてね、100万円も稼げなかった、達成率が 10% そこそこだったって人に、とてもじゃないけど私もね、会社辞めてネットでやりましょうみたいなことはなかなか言えないと思います。その力量技量っていうのがありますからね。まあ、どちらにしてもその偶然なり必然なりに助けられて、売り上げを大きく出す時もあれば大きく下回る時もあると思います。その不安定さがやっぱりネットビジネスのゆえんだと思うんですよ。給料取り、もちろんサラリーマンですかね、こういった暮らしも悪くはないんですよ。ある意味リスクがない割にリターンも少ないというところで、まずはそのレンジですよね、その振れ幅の小さいところからスタートするのはそんなに悪いことではないと思います。ただ振れ幅の小さいところにどうしても自分の人生が収まらないと思ったら、ある程度のリスクをね、生じて
挑戦していく道に入っていくのもそれは一つの選択かなと思いますよね。で最初からね大きな波に飛び込むことは本当に溺死しちゃいますんで、今みたいな形でちょっと様子を見ながらねやっていく。まずは自分の空いた時間をビジネスに振り向けていって、ビジネスの成功者に学んでいく、真似ていくってことを始めてもいいんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあグダグダと申し上げましたけども、改めて本日からねまた新しい気持ちでやっていきましょう。まだ1年は半分丸々残ってますんで勝負できると思います。これからもね、大きな波を掴んでいけるように私も最大限支援させてもらいます。ではよろしくお願いします。